ショスケチャンネル。皆さんバノジーどうもショスケです。ラッキーみんな元気してるってだけで、さあ、前回ホームの徳島戦のブルドグ、からですね、続けております。FC 東京の、全力応援の動画でございますけども、今回は、最終戦、アビスパ福岡戦ということで、もうまだで前節ね広島にって本当勢いはあると思うんで、しっかりとこの勢い、持続してね最後まで戦っていけるべきかなと思います。時刻が、現在、12月4日の現在9時26分ということで、完全1時間寝坊でございます。やっぱりね疲れが来てんだねきっとね疲れからきっと戦ってんだと思うよ。負けるわ、しっかりとまずスタジアムに向かって、事前には間に合わないけども、なんとかね、早くスタジアムに行ってやることやりたいと思います。やることやるっていうか、本当、楽しくね、応援したいなと思います。では、アジサイ、ゴー。やってまいりました、アジサイ、2週間ぶりです。さあ、ということで、今、着替えまして、ちょっとね、さっき頭よりもちょっと服装がスッキリしてると思うんだけど、ちょっとねカバンを変えまして、はい、さすが安いアジスタ。まあじゃあとりあえずスタジアム行きますか。帰ってきたら便利でしょ。撮ってないぞ、自分撮ってるんです。やめなさいよ、揺れんだよ、揺れんだよ。撮ってるよ、撮ってるよ。めっちゃ見れてる、めっちゃ見れてる。
桜井大輔ビデオアシスタントだっけ。そうそうそう、いいな、めっちゃ嬉しかったけど、アシスタント、ビデオアシスタントだっけ。久しぶりだったですね。なんかこんな近くで見ないね。久しぶりですね。片岡の家みんな2階に行って、みんな2階に行って、なんだ、面白い、面白い、面白い。みんな立っちゃってから分かんなくなった。諦めずに趣味に人生を捧げた男、勝負を決めたのは福岡をぶっ潰す、福岡ぶっ潰す、いいな、これ福岡伸び尽くす、伸び尽くす、一応勝負だ、一応勝負だ。Thank you.
前半終わって0対0ってことで、まあ点の点は少しするっちゃするけど、まあ入らない、お互いなんかこうなんか悩んでる感じのゲームかなと。だけど後半でも長さのアクションあると思うし、やっぱりね杉本太郎とねシッチーはねうまいね、うまいね、松本山が後悔した方がいいと思うよ、シッチーと太郎ちゃん出したのは。まあ、後半あと45分まず点取って勝利を願いましょう。じゃあ行こう。
바야? 바야. 이게 진짜 있어. 막 쓰신. なんか今日疲れただけ何もなし。そこ大型ビジョンの裏こうなってます。本邦初公開大型ビジョンの裏方、裏側あちらに見えます。ぜひこちらですね、はい、味元スタジアムのボックス席となっております。こちらの席でなんと青木君ができるというね、素晴らしいね、バカ野郎。いやー無理でした、苦しいですね。そしてこちらがジャパニーズサムライですね。いやですか、アムサムライサムライサムライ腹切り芸者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 サムライ芸者煩悩が煩悩が見えかけてすぎなんじゃズヤの金で消えてしまう消えないでくれ。というわけで、終わりました。今シーズンも長い戦いっていうか、長かったな、どこの戦いは。あ、もう下降りちゃっていいんだ。東圭吾の言葉が全てか。よいしょ。今日は意外とスタジアム綺麗だ。そんなゴミかな。もしかしてみんな俺の動画見てくれたのかな。ありがてえ。そう。いや、ゴミでもまだ言ってないっすよ。そんな徳島のどこのファンサポーターじゃあるまい。そんな暴言吐かないっすよ僕は。豚野郎だよって言ったら違うから、隅子だよ犬神け吠えてる吠えてる。俺は犬神けできません。ちょっとこういった罪を犯してしまったのか私分かったんですけど、俺が何をしたんだった。普段からあの元気な子で、とても、はい、武蔵殺した俺じゃないですか、かっこいいシンバだろ。というわけで、試合結果は、0対0の引き分けでございました。まあ本当決めてという部分でも、まあ、いろんな部分でもやっぱり足りない部分、結局それは今シーズンだったと思いますし、まあけど、まあ、これはこれでね、だけどここまで積み重ねてきたものっていうのは無じゃないと思うんで、頑張ってほしいなと思います。それでは帰りましょうか。今シーズンもお疲れ様でした。ありがとう、アジさん、また来年。おお、あなんだよ、真っ白かや、真っ白かや。さあ今シーズンラストアジスタ終わりました。ありがとうございました。お疲れ様です。
いいな。はい、てなわけで、時刻は日付変わって、12月5日、日曜日の、午前0時20分となりました。まあ試合内容に関してはまあ今のできる東京の、まあ、全力だったんじゃないかなと思います。いや本当その中で、まあ、来季に向けての希望だったり光だったりとあるし、まあ敬語も来たしね、いろいろと、まあまずしっかりと切り替えてね、本当まずこのオフしっかりと、まず体を休めて、でまたね、あの1から、戦ってもらえばいいかなというふうに思います。というわけで、まあ、今回、まあ今シーズン最後のね、試合観戦 Vlog になりましたけども、来年以降もね、この Vlog 継続していければなと思ってますんで、皆さんね、ぜひ来年もよろしくお願いします。そしてね、まだ、監督人事も決まってませんし、何も決まってないんで、僕の方からどうやって言う必要はないと思ってるんで、今のところは言いませんけども、いろいろね、まあ、決まった上で、まあ、またいろいろとお話ができればと思いますんで、その時またね、よろしくお願いします。まあ、今シーズンの、まあ、オフもしっかりと、動画更新していきたいと思いますんで、皆さんね、ぜひ、次回の動画も楽しみにしていてください。最後に、私翔介この人に SNS 出てると思います。全部僕のチャンネルの概要欄からリンクとどころかできますんで、ぜひ、フォローの方もよろしくお願いします。そして最後に、今シーズンもお疲れ様と、来シーズンも頑張りましょうと思った方は高評価、そしてチャンネル登録とコメントもねお待ちしますんで、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。翔介でした。あたまーす。ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので見てみてくださいね。皆さん、高評価とチャンネル登録よろしく。